うわあ去っていった者たちの意思はね俺が引き継いでね行かないといけない何が必要だって特縛の手ああ職種とあれだねビリーの腕とりあえずビリーの腕入れようあと触手か触手はどうやってゲットしたらい,いんだうーんなんかその辺のやつゲットできないかな引きちぎりたいところはあるんだけど 指紋リーダー。これが鍵だろうな、多分。指紋か。研究員の腕。じゃないか。そんな、そんなような気もしたけど、そんなことはないか。あらかた言ったような気するんだけど。そんなことねえか。これ持ってけたり。切れる、切れるおしここか。ここがあれで行ける場所だったのか。いや、なんでー。 他のとこの触手は切れないので、どこだけ切れるのなんでーよくわかんねえ、まあ。とりあえず仕込もうか。えー、っと、どこだったっけ場所。あー、右上だね。ここに入れると。触手入れる。で、こっちにビリーの打てたね。オッケー。調合、調合しようか。どうやって調合するんだどうやって調合するんだこれパソコンパソコンなのこれ。あ、パソコンか。オッケーオッケーオッケー。はい。合成 束縛の手。束縛の手。あ、オオッッケーケーオッケーこれか。これが指紋認証か。了解。はい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 。いい流れだね。わかりやすい。すごくわかりやすい。はい。いやー、かわいそうに。かわいそうに。ここを通るたびに。罪悪感が。いやー、ごめんな。いや、なんもしてやれなかったよ。はい。え、できないのこれで。 えできないのこれ。ええええー、こいつを束縛の、ここかここなんだここここなのなんで束縛の手ここで使うんだえ、わかんなそれは。えなんで束縛の手使うとそれ解除されるんだえー、ヒューズやん、そして。そしてヒューズやん。あれかペンやっぱ、 やっぱ研究員かな研究員ので切れるとかないかな金髪の女のやりは無理なんだけど、こっちの研究員なら切れる可能性来た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 冴えてる耐えてる。オッケー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 。冴えてた冴えてた。うん、冴えてるつっても10分20分ぐらいかかってるけどね。うーん、まあでも気づけたから俺の勝ちでしょ。オッケー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 。うわあ。こっちの女から切れるんかなっていう思い込みがあったな。ちょっとな。オッケー、これを使いましょうか。 はい。オッケーオッケ,ーオッケーヒューズ e オ3ケーいいね来ました論理的思考ですよ、これが。これが論理的思考。はい、んで、打ち込むと。はい、ヒューズ3を差し込む。どうなる何が起きた何,何何何何膝 うるさい、うるさい、うるさい。脳内に直接語りかけてきやがる。偉大なものの導きに従えこれを辿っていったらいいってことあれ死体が消えてる。え変な、も変なワープゲートみたいなできてるって。何このネザーゲートみたいなやついけるよ。大丈夫これほうえあ、いやんや 自分これかかかっっったたた生生きててて生きててるるい,いよいよわけわかんないけどねもうどこだよここな「瞬間移動してきたね」「ドクター・ジェの日記だ」「研究を進める間どれだけ多くの命が消えたのだろう」「そして失敗続きの過程で、えー、どれだけ多くの犠牲が出たことか」「時間が経つにつれ実験体を単純な数字で眺めるようになった自分に気づき恐怖を感じる」 自分こそが怪物になってるのではないだろうか。うーん、もう,もう、お前が一番の化け物っていうね。しかしやらなければならない。あの怪物たちから人類を守るためには、必ず研究を成功させなければならない私。私にしかできない。なんか責任感強そうな感じだけど、ドクタージェイでも、もやってること拷問して人の体いじくり回してってやべえこと、なんだこの腕。なんか飛び出てるって腕が。腕が飛び出てるって。 右側に行ったら体本体あんのかな <laughs> えーこれがドクター J の研究室ってことかな行けるとこないね、でも。左側行ける。いや、でもないな。まあ、研究室と言わんばかりの研究室ですね。もう、ここまで研究室っぽい研究室ないよ。なんだここ。左行ける行けない。行けないんだ。なずな、なんだあ、さっきの、さっきのよ、さっきのさっきのさっきの。 えー、えー、ええー、えいや全然避けれるけどと思いきや結構やばいことになってるいや嘘でしょ <laughs> 魚人どもがすごいコンビネーションがおおいやでも全然追ってくる姿見えないなちょっと待ちたい気分あるんだけど来いよいや遅すぎんお前らお前らってかお前来た来た来た手,手だけしか見えない でしか見えないあ、え、逃げたえ、大丈夫ここここ破壊されんじゃないのさっきのやつに。誰かいるな誰お前ドクター J か誰だこいつ露出度が高すぎる。こんなはずがない。計画は完璧だったのに。どこで事故が起きたんだろう早く生贄を準備しなければ。なんかドクター J っぽいちょ、やばいって、ここ、ちょ、魚人に襲われます。ここももう時間の問題です。え 心臓君はいやお前だよお前は誰なんだよ生贄にえかいいタイミングできたなそこのお前私に協力してくれこのままでは人々が全人類が危険にさらされる私に何をお望みですかお前が特別にすることはないただお前の命だけ私に任せればいい苦しくはないはずだ 眠るようなものだ。いや、特別にですめちゃくちゃえぐいこと要求してること分かってる大したことじゃないよ、みたいなノリで言ってるけどさ、うん、死ねって言ってること分かってるあなた。私がここに来るまで、どうやってき生き残ったのか分かりますかそれなのに、ただ死ねですって。生き残るためにお前がしてきた努力をけなすつもりはないが、一人の生命と人類の生命が同じ重さだと思っているんじゃないだろうな。お前が死ねじゃん結果が消えると、 お前を含む全人類が壊滅することになるんだ。それなら、お前の命で人類を救う救援者になるのが合理的だろう。わかりました。え理性的に判断してくれてよかったよ。ありがとう。おかげで人類は少し時間が稼げた。必ず人類を救うことのできる研究を成功させる。こっちに来てくれるか。はい。え嘘でしょステラステラ ステラダ,ダメよダメよ怪しい人についていっちゃいけないいけませんやべって大丈夫おいいよナイス天才天才ナイス神神判断うわっ <laughs> いやもうやったこれは。こ、えステラさんステラさんちょっと闇落ちしてませんかこんなごまかしがどこまで通用すると思ってるのか。愚かな科学者。これは一体。 滅ぶべきものがつまらない知恵を絞って、偉大,偉大な存在に太刀打ちできるとでも本気で思っているの。<laughs> お前は誰だえ、誰ステラお、俺ステラ、ステラ君資格のない偉大な存在たちが、おもちゃみたいに扱われる、この世界を救いに来た救世主であり、真の支配者の思想に、お、ええー、あのエセ教徒たちの思想に感化されたのか。 しっかりしろあの怪物を呼び寄せたら待っているのは破滅だけだぞそれはあなたたち人間だけに当てはまる話よ私たち偉大な子孫たちはもう一度この惑星の支配者として君臨するそれから「感化された」という表現は聞き捨てならない俺こそが偉大な子孫たちを集めた予言者なのだから誰誰ステラステラがわかんねえ俺はまさか しかし、偉大な子孫という団体は何十年も前から存在してきたというのに、どうしてこんな子供が。適合した新しい体を探すのに苦労はしたけど、それでもおかげで計画を成功させることができた。体を変えられるということか。お前がこの全ての元凶だったんだな。<laughs> こんな、こんなことで死ぬなんて。 今までの犠牲を水の泡にすることはできないのに哀れな存在だ永遠を生きる偉大な存在に対抗するのは不可能なのに無意味な犠牲だけを増やしてきたのかこれからは全てが元通りになるのだもう安息を取るのだ愚かな者よとにかくあなたに感謝を表さずにはいられない 俺を死かからら。救い出ししててここまで来れれるようにしてくれたんだからえどういうこと今見ているあなたのことって呼ぶべき滅ぶべき者の,の俺としてはあなたをどう呼べばいいのかわからないとにかくありがとうおかげで父をまた呼べるようになったたとえあなたにとってはただの遊戯に過ぎなかったとしても <laughs> 偉大な存在だと言っても全能ではなさそうだな ただの滅ぶべきものの延期に騙されるとは思わなかったけど。もうこの茶番劇はおしまいだ。あなたの役割は終わった。もう私たちの世界から出ていって、外部者、外部者よ。何が起きているんだこれ。うん、追いつかない。え何が起きているえ エンディング 1? シンのエンディング 1?1? 分岐すんのこれ。はにゃー嘘だろサテラがよえ、サテラはサテラじゃないのだか、らだか、ええー、どういうことええー、なんかもう、しれっと終わっていくやんけ。嘘でしょでもエンドロールみたいな、スタッフロールみたいな流れ出しているし。 え、どこで分岐すんだ俺、セーブデータ浮気しちゃってるから分かんねえよ、もう。嘘でしょ。いや、どうなるんだ、これ。いやー、ちょっと待って、これどうしたらいいんだ、これ。ど、どうしたらいいの、これ。いや、もう、いよいよわけわかんないけどね。もう、どこだよ、ここな。瞬間移動してきたね。 ドクジェ j の日記だ。研究を進める間、どれだけ多くの命が消えたのだろう。そして失敗続きの過程でえ、どれだけ多くの犠牲が出たことか。時間が経つにつれ、実験体を単純な数字で眺めるようになった自分に気づき、恐怖を感じる。自分こそが怪物になってるのではないだろうか。うーん、もう、お前が一番の化け物っていうね。しかしやらなければならない。あの怪物たちから人類を守るためには、必ず研究を成功させなければならない。 またにし私にしかできない。な責任感強そうな感じだけど、ドクター J。でもやってること拷問して人の体いじくり回してってやべえこと。なんだこの腕。なんか飛び出てるって腕が。腕が飛び出てるって。右側に行ったら体本体あんのかな <laughs> えー、これがドクター J の研究室ってことかな行けるとこないね、でも。左側行ける。 いや、でもないな。まあ、研究室と言わんばかりの研究室ですね。もう、ここまで研究室っぽい研究室ないよ。なんだここ。左来る行けない。行けないんだ。謎の、なんだあ、さっきの、さっきのさっきの、さっきの、さっきえーえーえーいや、全然避けれるけど。 思いきや結構やばいことになってるいや嘘でしょ <laughs> 魚人どもがすごいコンビネーションがおおいやでも全然追ってくる姿見えないなちょっと待ちたい気分あるんだけど来いよいや遅すぎんお前らお前らってかお前あ来た来た手,手だけしか見えない手しか見えないあえ逃げた 大丈夫ここ。ここ破壊されんじゃないのさっきのやつに。誰かいるな誰お前ドクター J か誰だこいつ露出度が高すぎる。こんなはずがない。計画は完璧だったのに。どこで事故が起きたんだろう早く生贄を準備しなければ。なんかドクター J っぽいちょ、やばいって、ここ、ちょ、魚人に襲われます。ここももう時間の問題です。え心臓君はいや、お前だよ。お前は誰なんだよ。 生贄かいいタイミングできたなそこのお前私に協力してくれこのままでは人々が全人類が危険にさらされる私に何をお望みですかお前が特別にすることはないただお前の命だけ私に任せればいい苦しくはないはずだ眠るようなものだいや特別にするめちゃくちゃえぐいこと要求してること分かってる 大したことじゃないよみたいなノリで言ってるけどさ、うん、死ねって言ってること分かってるあなた。私がここに来るまで、どうやって生き,生き残ったのか分かりますかそれなのに、ただ死ねですって。生き残るためにお前がしてきた努力をけなすつもりはないが、一人の生命と人類の生命が同じ重さだと思っているんじゃないだろうな。お前が死ねじゃ結果が消えると、お前を含む全人類が壊滅することになるんだ。 それなら、お前の命で人類を救う救援者になるのが合理的だろう。わかりました。え理性的に判断してくれてよかったよ。ありがとう。おかげで人類は少し時間が稼げた。必ず人類を救うことのできる研究を成功させる。こっちに来てくれるかはい。え嘘でしょステラステラステラダメよダメよ 安心人についていっちゃいけないすいけませんやべって、大丈夫お、いいよナイス天才天才ナイス神神判断うわっ <laughs> いや、もうやった、これは。こ、えステラさんステラさん、ステラさんちょっと闇落ちしてませんかこんなごまかしが、どこまで通用すると思ってるのか。愚かな科学者。これは、一体。 滅ぶべきものがつまらない知恵を絞って偉、偉大な存在に立ち打ちできるとでも本気で思っているの。<laughs> お前は誰だえ、誰ステラお、俺ステラ、ステラ君資格のない偉大な存在たちが、おもちゃみたいに扱われる、この世界を救いに来た救世主であり、真の支配者の思想お、えぇ、ー、あのエセ教徒たちの思想に感化されたのか しっかりしろ。あの怪物を呼び寄せたら、待っているのは破滅だけだぞ。それはあなたたち、人間だけに当てはまる話よ。私たち偉大な子孫たちは、もう一度この惑星の支配者として君臨する。それから、感化されたという表現は、聞き捨てならない。俺こそが偉大な子孫たちを集めた予言者なのだから誰、誰誰ステラ、ステラがわかんねえ俺はまさか。 しかし、偉大な子孫という団体は何十年も前から存在してきたというのに、どうしてこんな子供が。適合した新しい体を探すのに苦労はしたけど、それでもおかげで計画を成功させることができた。体を変えられるということか。お前がこの全ての元凶だったんだな。<laughs> こんな、こんなことで死ぬなんて。 今までの犠牲を水の泡にすることはできないのに。哀れな存在だ。永遠を生きる偉大な存在に対抗するのは不可能なのに。無意味な犠牲だけを増やしてきたのか。これからは全てが元通りになるのだ。もう安息を取るのだ。愚かな者よ。とにかくあなたに感謝を表さずにはいられない。 俺を死から救い出して、ここまで来れるようにしてくれたんだから、え、どういうこと今見ているあなたのことって呼ぶべき、滅ぶべき者の,の俺としては、あなたをどう呼べばいいのかわからない。とにかくありがとう。おかげで父をまた呼べるようになった。たとえあなたにとっては、ただの遊戯に過ぎなかったとしても。 偉大な存在だと言っても全能ではなさそうだな。ただの滅ぶべきものの延期に騙されるとは思わなかったけど。もうこの茶番劇はおしまいだ。あなたの役割は終わった。もう私たちの世界から出ていって、外部者、外部者よ。何が起きているんだこれ。うん、追いつかない、え何が起きている えエンディング 1? シンのエンディング 1?1? 分岐すんのこれ。はにゃー嘘だろサテラがよえ、サテラはサテラじゃないのだか、らだか、ええー、どういうことえー、なんかもう、しれっと終わっていくやんけ。嘘でしょでもエンドロールみたいな、スタッフロールみたいな流れ出しているし。 えー、どこで分岐すんだ俺、セーブデータ浮気しちゃってるからわかんねえよ、もう。嘘でしょ。いや、どうなるんだ、これ。いやー、ちょっと待って、これ、どうしたらいいんだ、これ。ど、どうしたらいいの、これ。はーい、何やらさ、この先に行くとさ、追われるじゃん。その時に捕まるとね、それはそれでまたエンドが分岐するらしいです。やらざるを得ない。行きましょう。 そのうち多分来るから。はい、これ、こもう水から掴まなきゃいけないの本当に嫌なんけど。うわーい、ありがとうございます。陽気見たら腕に顔ついてた。なんだ、おー、変わったね。すげえ、でけえわよ。眺めがすげえ。はい。これあれかなドクター G かなふむ、実験体として,施設,、えーしてえー、施設に入ってきたようだが。生贄の因子まで持っていたのか。分類プロセスでエラーがあったのか。何の話こ、ここは これやばい、生贄になっちゃってこと起きたか口が塞がれている。そのまま寝ていればよかったのに、心配するな。痛くないように終わらせてやる。あっ死ぬわ。聞きたいことがたくさんあるだろう。時間がないから、お前のすべての疑問に答えてやることはできない。お前は偉大な暴君から我々を守る結界のエネルギー源として捧げられるのだ。全人類を救うために、 お前の命を犠牲にするんだお前も価値あることだと思うだろう悪いが拒否権はないおとなしく我々の救援者になってくれここまで来たのに犬死にするわけにはいかない早くこの弱い体を捨ててあの方は呼んでこなくてはな何か急に意識がうわそろそろまた薬が回ってくる頃だ ありがとう。お前の犠牲は忘れない。さよなら、人類の救援者。それはそうと、すごいエネルギーだ。歴代最高だな。これくらいなら、普通の生贄を捧げるよりも、はるかに長く月下打ちすることができる。生贄を大切にしておいてよかった。他の生贄とは何が違うんだろう。ここに来るまでに、たくさんの精神的苦痛を受けたからか。それとも、 あーなるほどこれでエンディング2偽りの救援者とはい分かりましたえーっとね多分これさ壁画にこれ書いてあるのさおそらくだけどこれ親指だよねエッとどう見ても同じにしか見えないんだけどこれ他のところにもさこれ壁画みたいなあったよね同じようなやつ多分これを中に入れて合成して新しいアイテム作ったら 違うエンドに行けるんじゃないかなって感じ。あとどこだろうあ、ここにもあるね。ここにもこれだって深海中じゃんこれ見たら。見たらそうじゃん深海中。これさ、何回も何回も取れるのさ、なんでなんだろうと思ったけど、そういうことだったんだね。はい。これ虫を取ると。で、同じ要領にこっちとかあるかなどうだろうこの部屋は、なさ、そうかな 人見ないよね。あ、この部屋もないと。倉庫になんかあったっけ壁が。下行ってみよっか、一応ね。いや、ないですね。ないと。右側の部屋どうだっけな。えーと、こっちはなさそうだね。はい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 。上の部屋。あれこんななかったっけもっといっぱいあったようなイメージだったんだけど、意外に少ないね。あ、これだね これ、振りツボじゃんね絶対ね。あ、わかりましたと。はい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 。了解しました。多分、これでさ、新しいなんかさ、何が作れるかは正直検討つかないんだけど、作れるんじゃないかな。あ、こっちエレベーターだからもうないか。オッケーオッケーオッケー。振りつも多分採取できるよねこれもう一回ね。はい、やってみようぜ。絶対これ来たな。はい。振りツボ採取。いやー、レシピとかないけど、で、多分、 方向的に多分、ここに親指でいいのかなで、真横に藤壺どうだろうフロアが設計図みたいになってるのかなレシピみたいな。ここに深海中。でどうなんだろうこワンチャン失敗かもしれないけど、ちょっとやってみる価値ありそうだよね。いくよ失敗したらガスが溢れる。成功したら何か作れるはず。いきます。はい。行いけたい,いけたわかんない。 いった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 、真実の宝珠獲得しました。光り輝く弾だ。世界の嘘をすべて明かせそうだ。うわー絶対これ深淵といけるでしょ。え、どうしたらいいんだろう。え、このままさ、ヒューズさんをさ、ぶち込んでいったらいいんかな同じように。同じ流れでいったらエンド分岐するわかんない。こっから何か、この宝珠をなんか、何かにぶつける、ぶつけたりする必要があるのか。わかんない。ちょっと一応見ておこうか。 ああ、関係ないか。ちょっとセーブだけして、セーブだけして、普通にクリアのルートで行ってみようはいよか。はい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 。<laughs> とりあえずここまでは同じかな同じ道のりだよね。このまま行ってみようか。行ってみて何か変わるか。ちょっと検証してみよう。追われるやつだね、これ。変わんなかったらまあ何かに使わなきゃいけないっていうことだと思うんだけど。うーん。 これ別に <laughs>、別に普通に下下ってれば避けれるっていうのあ、危ない。それは、それは危ないね。はい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 。音がやかましい。余裕ですね。任せてください。いや、はい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 。慣れたもんですよ。あーだ、もう下、下着押しながらね、全速力で走るだけなんで。はい、オオッッケーケーオッケーあと多分もう逃げ切れるんじゃない多分いけるよね。あー うん、魚人海賊団。お前らもうや、あ、いい加減やめてくれ。もう、もうやめてくれ。危ねっくない。大丈夫よ。はいや、わからん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 。え、わからんわからん。なん,ん,んでこんなに苦戦しているのか全くもってわからん。え嘘でしょ嘘でしょえ、おかしいね。こんなに、やばい。こんなにやばい。あー、怖いや、もういやよしよしよし、いいよ。危ねえよ。危ねえっつーの、マジで。 勘弁していやいけるいけるいける走るだけ走るだけオッケー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 オッオッケー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 オ はい。なんだ変わってない変わってるよねこれ。さっきから体がおかしい。いけにえかすごいエネルギー反応だ。おい、君、こっちに来い。お前の協力が必要だ。ううーどうしたなんだなに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 うわ、な、なに吐き出した気モいの。えこいつがサ、サテラを操ってた長本人 うわあな何が起こったんだろうまさか俺の存在について知っていたのかそれ誰に対して言ってる一体いつから気づいていたんだやはり偉大な存在を隠すのは不可能だったのか早く早くもう一度戻らないとどうしてどうして入れないんだ何であれは変異体 いや、あんな答えは見たことないが。時間がない。あの子を利用しようとしたが、一旦準備している生贄にで結果を維持させなければ。子供と職種はゆっくり調べれば、え、で、いっ、え、普通に池にあったんかいあったんかいいにえた、普通に。普通にサテラ以外にも用意してあったんかいこのままではすべてのことが水のあり。まずあの女を阻止しないと。えうおぉ、飛びかかったえー 何これなんだ落ちるえ、落ちる落ち、え、愚かな裏切り者のせいで、偉大な計画を台出しにするわけにはいかない。このまま死ね、不敬なもの、あ、そっか、やっぱドクター J もなんかさ、そのいにのなんか素質があるみたいな感じなんだよ。だからこのなんかさ、やべえこの生物と多分同じ同族ってことだよね、多分ね。はい。どうなっちゃうんだ乗っ取られちゃうのか あ、やべえことになってる。やべえ、寄生されてる。寄生獣。あなになになに何が起きたのえクレーターできとる。今の一瞬で何が起きた時止まった感じしたけど。助かった口から変なものが飛び出て。 いや、最初からどうしてここまで来たのかよく覚えてない。まあ、あいつにあつってたってことだよね。誰かが私を導いてくれたような気がする。私を守ってくれたのかな。頭の中に一つの単語が浮かんでくる。なこれて、てん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 その人の名前みたい。てんじゃんじんじんさん。あなたがどんな存在なのか、どんな目的を持っていたのかわからないけど。 私を導いてくれてありがとう。私が生き残ったのはあなたのおかげです。偉大なる存在のことを言ってんのかなえ、さっきのやつは偉大なる存在なのかちょっと待ってね。やばいな。ありがとうございます。救援者よ。うわ、やべえよ。やばい。わかんない感じで終わっちゃう。わええー、終わりめっちゃ雪やん。めっちゃ雪やん。寒そうすぎるでしょ。肩出てるし、裸足だし。 ええー、終わっちゃったのかなこれ。終わっちゃったよ、これ。マジかよ。え何うわ、えあ。やべえ、ニューゲーム押しちゃったてか、今の目ってあれじゃん。さっきのラスボスやん。ラスボスというか、俺、サテラの中にいたやつやん。やべえ、やべえ、ニューゲームになっちゃった。はい、目々に戻ります。 はい。ということで、これで終わりになりますね。はい。結局、あの目玉は何だったのかっていうとこだけど、まあ、ワンチャンドクターアロンなんじゃないかなっていう説をしていきたい、俺は。うん。なんかドクターアロンなんか姿がなんか変わるみたいなことが確か書いてあった気がする。うん。記事あったような気がする。うん。もう確信は持てない。うん。まあ、では、そして、なんだろう。多分、偉大なる支配者の子孫を名乗る団体のうちの一人。まあ、主犯なのかわかんないけど、それがあの目玉なのかね。うん。 まあだから子孫陣営対ドクター・ J 率いるなんか HPI なんか研究施設団体っていう感じのストーリーなのかな。まあ子孫たちはなんか偉大なる父に会いたいって言ってで結果を壊さないといけないって言ってで逆にドクター・ J は偉大なる存在を出しちゃいけないって言ってなんかイケをねえ捧げて結果を打ちするっていう感じ意見の対立っていうか衝突っていうかそういう感じなのかなっていう。 ところだよねでも、ドクター・ジェイとさ、ま、あなんかあの、なんだ、目玉でも結局合体して死んだんか分からんけど、あれ死んだよね <laughs> うん、まあ、多分、後、ま、方、あ、もなくなったから死んでんだと思うんだけど、ドクター・ジェイが死んだらもうさ、結果維持するもう何もなくなるやん。もう絶対にこれ出てくるよね、偉大なる存在ね。もう終わったよね。 さてらすごい意気揚々と外出てったけどもう無理だよね <laughs> うん結果維持できないでねあいつが出てくるのも時間の問題って感じでもう結局グッドエンドと言えるのか何とも言えない感じだけどまあアイテムもなんか真実の報酬っても書いてあったし多分これがトゥルーエンドだろうねうん、うん、トゥルーエンドってあれ